BTU アニメラボはい、バトン会です。小林弘之です。ウライン松井です。ウラジア山下です。お願いします。はい、というわけで、はい、今週も面白かった注目アニメを4つね紹介していきたいと思います。はい、はい、こちらでーす。さあ、はい、さあ、行きましょう。山田くんと7人の魔女、トリアージ X、忍者スレイヤー、シドニアの騎士の4点となっております。はい、はい、はい、じゃあ上からいきましょうか。上から山田くんと7人の魔女コレダーで、はーい、ラスクネアー、はーい、まあ、前回もね言ったんですけど、そうそうそう、もう今週2話でね安定の面白さでね、ほら前回その山田くんとチューすると変わっちゃう、はいはい、で最後になんかそのあとりあえずそのチューする場所をなんかほら学校でそこらかしこでチューできないじゃないですか、はいはい、だからそのチューする場所を提供してあげるって言ってなんか超常現象研究部っていうのがなんか今人がいないからそこの物質を使ってその一応そういう部活名で借りようみたいな話になって、はいはいはい、そしたらそのある女の子が別の女の子が入部したいですって入ってくるところで終わったの先週で、今週その入りたいですって来て、はい、でその女の子が本当に超常現象が大好きな子だったの、はい、本当に入りたくて本当に入りたい子だったの、はいはい、だからみんな困っちゃったんだよね、うん、来ちゃった、そういうんじゃねえんだ、そう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 人いねってはずのとこに人来ちゃった来ちゃったっていう、ガチの人ね、そう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 、でどうしようかなみたいになってて、うん、で結局そのみんなそういう超常現象には興味がないってことがバレちゃったの、その女の子に。その子最初すげえ可愛いなと思って見てたのがね、うんうんうん、すごい可愛らしい女の子だなって思ってたらもうコロッともう絶対あなたたち許さないんだからひどい目に見させてやるんだからみたいな感じで、そんなに次の日学校行ったらそのあの山田くんとさあの白石さんがチューしてるところを、まあ、その子に見られちゃうんだよね、あの二人は付き合ってるみたいなさ、もうパンって貼ってあってビラも配ってて、うん、絶対に許さないんだからって言って、いやがらせ、怖いこの子だもんね、やり口があるそうなんなんですかね、急変ぶりが恐ろしいと思って、うん、私ここにもて遊んでってことなんだよ、そう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 、そう、そこまでするって思ったんだけど、うん、結局だから山田くんもそのあのその子とね入れ替わって、うん、その噂をなくそうって、あ、なるほど、するときに俺とキスしなっていう、そう、それがありますよ、めちゃくちゃかっこいいし、なになになに、逆に急にね、めちゃくちゃだな、そうで、なんかまあ結局さ、うん、チューしてさ入れ替わってさ、うん、ま、本当に俺誰とでも入れ替われんだなみたいな、誰替われでも誰とでもできちゃう入れ替われし誰でもやっちゃう、誰とできちゃう、はぁ、で、あのこう、うん、とりあえず確認するみたいな一回ハレンチするそんな、はい、いかはりまいか、必ずなんかお色気シーンがあるみたいな、そうそうそう、でもまあ結局その子が嘘つきでなんかみんなだからその子の言うこと信じてないみたいな、超常現象好きっていう、そう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 、変な子だっていう扱い、そう、変な子だっていうので、まあでもその子がいろいろこう騙されてるのとかを助けてあげたりとかして、結局は丸くみんなで4人で頑張ろうってなったの、部活を、なるほど、でその子が最後になんか試したいことがあるっつって、うん、そのまあ、山田くんと白石さんがチューするじゃない、うん、その後白石さんになった山田くんが、うん、宮村くんだったっけかな、会長でしたっけ、副会長、副会長とチューをする、うん、すると、と入れ替わる、うん、あ、入れ替わったのよ、うん、して性格のまたがしみたいなこと、うん、そうそう、で宮村くんと、うん、その新しい子とチューしたら入れ替わって、うん、もうなんかもうだ誰が誰だか全然わかんないどんどん今誰だ、白石さんの人格がどんどん映ってったじゃあ山田君の人格がどんどん、白石さんの体を許してない人に副会長にね、うん、そうそう、だからみんないろんな人全部入ってったみたいな、ですよ、ね、どんどんいろんな人の人格が、もう入れ替わる条件よくわかんないよ、よくわかんない、とりあえず山田君がチューすれば、まあ、キーはワードレコなんだ、なんかもう何巡かしてそれもちゃんと戻らないとさ、そうですよね、逆にやんないっていうね、ほんと CD ケースと CD の関係がするんですよね、そうだ、女同士でその白石さんと新しい子でチューしてる風なんだけど中身山田くんと宮村くんとか、なんなの、ほんと、あ、BL なの、なんなのみたいな、どっちだユリなのか、なんなの、そう、ユリなのか、なんなのみたいな、どうなるの、なんなの、こことここが入れ替わりたいというか、一回ここを通さないと入れ替われないみたいな、一回変わって
もう一回考案して、ね、ようやく変われましたと。山田君の人格であればどうやらできるっぽい、ね、いけると。そう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 。でもこれ間違えるとパズルゲームみたいになりますよね。そうなのよ、もうわけは見ててもわけわかんないのに。すごいね。そうなの。でもまあ来週なんか別のなんかその生徒会組織みたいなのが出てきそうだから、ちょっとなんか話がまた動かせるかなって。ガス屋の定番ですね。そう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 。まだ全然七人の魔女出てないもん。出てないのよ。全然出てない。もっとファンタジーの話かと思ってたんですけどね。ね。七人の魔女。とりあえずまだ取り替えっこして遊んでるだけだから。平和的な。平和的な。新漫画ですね。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてトリアージイクス。イクス。トリアージイクス。こちらイクスですね。イクス。イクスと書いてイクス。イクス。誰ですか。はい。おお。ありがとうございます。ちょっと気をつけてね。俺と被るからねここ。ごめんなさい。謝罪でも持って帰らせていくね。行きましょう。こちらお話するとしましたね。はい、トリアージ X っていうかね、うん、悪の組織を取り締まる軍団なんですよね。へー。で、街を、そうなんですよ。うん、街を人の体とした場合、悪いエセダーは主要だとして、はい、その主要を取っていくっていう体でやってるんですよ。ああ、悪い部分を切り落とすぞ。取り落とすぞって入ってくると。お医者さんアニメなの？お医者さんを模したアニメですね。なんかトリアージのなんかするグループがいるんですよ、うん、そのボスがなんかお医者さん で主人公は、主人公と幼馴染が親友だったんですけど、その幼馴染の人はそのボスの息子なんですよ、うん、で、まあ、テロ事件に巻き込まれて、うん、主人公はそのボスの息子をかばったんですけど、息子さんは亡くなっちゃって、で主人公大怪我だ、うん、どっちの命を助けるみたいな感じで、そのボスの息子の命を使って主人公を助けて、うん、でも主人公も幼馴染の分まで生きようと、でボスに恩返しをしようみたいなことで、その悪じゃないな、正義の組織なのかもよくわかんないですけど、うん、悪党退治に励んでるわけなんですよ、うん、まあ、っていう話なんですけど、うん、そういうとこじゃないですこのアニメの言いたいところは。何ですか。とにかく出てくる女性キャラのおっぱいがとにかく大きいっていう。おっぱいアニメ。おっぱいアニメですね。そっち。ガンアクションとかじゃないです。おっぱいアニメです。はあ、とにかくっていうのは結構シリアスなアニメかと思う。いや、おっぱい入れるだけの。うん。トリアージしてるから大丈夫。大きい子だけ。大きい子だけだって。貧乳は多分トリアージされますからね。トリアージされるじゃん。適切です。おっぱいはみんな平等に尊いですよ。尊いですよ、もう。敵キャラもいいですよ、みんな尊く下水ですよ。下水んですか。いいな、姉ちゃん。いい体してるな。そんなベタかよ。ベタだ。じゃあ、それ貧乳はだって。もう。寄ってもくれないじゃん。寄っても来ないですね。ひどいな。そういうアニメなんで。うん。15分はおっぱい揺れ続ける。大半よ。大半ね。で今回なんと2話目で、はい、おっぱいの記事と入浴シーン来ましたよ。早くも出ましたよ。まあ、1話から出てましたけどね、シャワーシーンからずっとおっぱいは。じゃあ1話も入浴したんですか結局。まあね、がっつり入浴ありましたんで。毎回やるんですか。見た方のペースだね今と。そうですね、こちらおっぱい見たくなったらトリアージいくつだなっていうのを思って帰ってもらえる。トリアージっつったらさ、大規模災害起きた時に生かす人と殺す人を選ぶみたいな、そういうやつですね。そうね、10秒患者のっていう。だからシリアスな話かと思ってたんですけど。いや、おっぱいアニメです。おっぱいアニメなんだ。世間ではなんかガンアクションがいいみたいに言われてますけど、おっぱい、おっぱい、いかに大きなおっぱいがいかに揺れるかっていうアニメでございます。気になりますね。わかりやすいでもですね。とりあえず以上でございます。はい。ちなみに今週の霊感、うん、特に何もございませんでした。なんで霊感挟んだんですか。今週の霊感ね、私もほのぼのだった。ほのぼの携帯電話を買うでした。霊感関係あるのか分かんない、かわいい。そっから一応ありましたけどもね、特に何もありませんでした。今週の霊感もね、日常でした。日常でした。語りに申しませんでした。ちょっとじゃあ次いきますか。続いて忍者スレイヤー、これだね。はい。お、忍者スレイヤー、はい、お願いしますよ小林さん。かぶってんのよ、お願いでかぶってんのよ。ごめんなさいね、謝罪でもかぶってんだよな。受け継がないと。はい、お願いします。忍者スレイヤー、はい、ウェブ限定で配信されてまして、テレビがやってないんですよ。ニコニコだったり、他のユーステンのやつ、あーそうです、とかだったりで配信されてるんですけど、説明が難しいんですよ。どういった話なんですか。話としては、はい、忍者スレイヤー、忍者を倒す、うん、忍者、はい、忍者スレイヤーに主人公がなるんです、うん、忍者への復讐のために、うん、ってことは結構昔の
日本の話と思うじゃん、はい、すみません、まずビル群が映るんですよ、うん、新宿みたいな、うん、まあ、新宿じゃないんですけど、うん、東京のビル群が、うん、でその看板に間違った日本語がバーってあって、うん、なんかキルビルみたいな、あ、そうそう、なんか海外から見た、海外から見た間違った日本の、いまだに刀刺してるとかそういうイメージ、刀刺して、なるほどね、そうそう、戦いの前には挨拶をし、剣道とか寸教、寸教だっけ、寸教、はいはい、はい、なんだっけ、なんか、あの寸教、寸教みたいに一礼みたいにするじゃん、戦いの前に自己紹介して挨拶した、いや、すごい武士ですね、どうも忍者スレイヤーですと挨拶したら、向こうはどうも忍者スレイヤーさん何々ですと挨拶してくれる、サラリーマンのようで、素敵な関係性じゃない、一礼するんです、すごい。という、まあ、変な世界観の中で、はい、架空の日本っぽい世界の中で戦う、はい、SF バトルアニメみたいな、うん、内容はそう、すごい面白いんですよ、あの海外の人が作ってるんで、はい、間違った日本のイメージ、はい、手裏剣はスリ剣だし手は言えないのかな、そうそう、はいはい、なんか語尾に技前って言うし、技前技前の意味はね、腕前的なことなのか、あ、見事な技前でした、だからなんか、うん、ずっと日本語間違い続けて、実は実なんです、うん、それを吹き替えっていうか、吹き替え、そう、もともと英語で、うん、で、ローマ字綴りで間違った日本語をいっぱいあえて入れてあるんですよ、はい、で、それを有志の人が、はい、日本語訳したときに、はい、それをそのままカタカナにしてる、はい、ミスを直さないままや、ミスというかわざとなんだけど、世界観だと理解して、はい、地名もね、あのネオ埼玉とか、はい、あ、東京じゃないんかい、しんちゃんみたい、そうそう、確かに、確かに、うん、でその世界観をアニメにすると、はい、なった時にどうするんだろうと、はい、まあ、色使いはすごいビビッドな原色っぽい色にして、うん、まあ、海外アニメっぽいですね、そうそう、してどうするのかなと思ったら、うん、キャラクターが固定された背景の中にポツンと立って立ち絵みたいに、それがスーって、あの昔のフラッシュアニメみたいにスーって動いて、手刀をスッて刺して血がブシャって出てギャーッ、あいえーっつって終わる、なんかさ、さっきチラッと見たんだけどさ、はい、なんかこの年代が好きそうなやつじゃない、昔フラッシュアニメ見てましたから ね、鷹の爪、鷹の爪的な、なんかゲームやってた人がさ、あのなんかさ、ゲームの会話パートみたいな、そうそうそう、全部みんな同じ向きでこう話してるんだけど、そうそうそう、立ち絵がスッと動いて会話が進んでいく、あー、それもまあわざとシールの世界観をして、ロスクオールアクションみたいな感じでしたよね、あ、と思ったら突如動き出すっていうねそう、うわー、ね、で、解像度の絶妙な低さ絶妙ですね、全てが線のね、なんかあのペイントで描いたみたいな線がさ、エッジ効いてるじゃん、かっこよくと、わざとそのままにしてる、ね、背景綺麗なんで、背景は綺麗、わざとです、絵心残したままやったんですね、これは楽しいね、噂に聞いたんですけど、最初制作するときは16対9で画質で作ったんだけど、なんか16対9じゃない気がするって4対3で作られたらしいそのせいでますます昔っぽいですよね、あえて昔の感じを出すんですよ、なんかセル画みたいだもんね、そう、面白いですよ、面白いね、なんか見てて癖になるんですよ、内容もさることながら作り方もちょっと、ね、そう、原作の原作に重きを置いてるんで、はい、原作から見てる人からしたら評判いいんですけど、急に見た人からしたらなんだこれっつってすげえ評判悪くて、アンケートでその面白かった普通、うん、面白くなかったみたいな、だから普通がすごく低くて、で面白かったは原作ファンの人である程度なんだけど、面白くなかった的なのが大半だったの、半数超えたんですよ、ファミコンやらない世代なんだよ、で制作者の人たちがやった、面白くも面白くなくもなかった人たちが少ないって大喜びしたみんな気になってくれた、確かにどっちかに触れた方がいいと、まあまあ、狙い通りだったす、すごいですね、それをギャグとして捉える人がいるかどうか、そうそう、で、あのちょっと言葉も、はい、あの独特なんで、うん、原作をちょっと一回見て、ちょっとだけでも見て、うん、言葉遣いを多少理解した方が見やすいかなと、知識ないとしんどいかもしれないですね、ツイッターのまとめとか、はい、あとニコニコ星画で漫画が掲載されて無料で、そういうのも合わせて見ると、じゃあちゃんとあの絵もちゃんと綺麗なんで、うん、じゃあより楽しめる、書籍版もありたいと思います、うん、もうそっちから見ていただければと思います、はい、はい、それでは以上、いやいや、ちょっと待って、あります、最後もう一回あるね、もう一回ありますよ、何ミドニアのいや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 、なわけないっすよ、ね、カタカナの呼んでシドニアの騎士、はい、じゃあ誰、はい、はい、僕です、アイマピー、はい、シドニア期待も第2期でしたね、ね、いや
あの第1期ってちょっと見た方います？はーい。あ、加谷さん見てました。ちょっとガチ SF の結構シビアな人がバタバタ死んでいく怖い感じ、うんだったじゃないですか、うん、2期からはまあガチ SF で人がバタバタ死んでいくとは変わらないんですけど、うん、女の子たちが主人公を取り合うという展開が2期の話でございます。それしつつ、それがまあ大きな柱としてありつつ、うん、そのまあガンダムの戦いに関するなんかいろんな謎が解き明かされていくわかんない、なぜか狙われてるってやつでしょ、あれも、はい、あの子はあのこんな、こんな言葉として形容しにくい、これ大丈夫ですか、大丈夫、放送して大丈夫なんですか、あの子は、やばい、光合成の子、光合成の、なんか結局あの子ら一緒に星城さん、あ、それそれそれ、星城さんはだって一気に途中死にましたからね、違う、その子がさ、こうやって出てきて、あー、そうか、エガの星城さんだ、そう、敵が星城さんのことをコピーして、あれはね、第1話で行方不明になりました。あの谷風くんが主人公の谷風くんがその、まあ、星戸さんのさもう敵が星戸さんの姿をコピーしてるのを捕まえてきたやつを、はい、まあ、なんか保管してる場所があって、はいはい、そこにずっと通ったんですけど、はい、ある日突然消えてたんですね。うん、なんでかっつったら、あの一期の時にライバル出てきたなんかロン毛の兄ちゃんいたじゃないですか、うん、やつが第1話でいきなり死にまして、あら、であのムカつくやつ、あいつが死にまして、でそのなんだろうね、落合っていうなんかまあ昔のマッドサイエンティストがいるんですけど、そいつが体を乗っ取ってるんですよ今。うーん、そいつのライバルが、ライバルの体、ライバルが死んでその体を今乗っ取ってるんですね、うん、過去にいてそのシドニアを滅ぼしかけた、その研究をしてしまったっていうことで終身刑みたいになってる男がいるんですけど、うん、そいつが体を今乗っ取ってるんですよ。そんなんできるの、はい、で落合さんが今そのまあ超技術を、過去の落合さんが研究した超技術を復活させてシドニアがむちゃくちゃ強くなってるんです。基本的に人にやって今まであの直接近接戦闘しかできなかったんですけど、うん、落合さんの技術のおかげで遠距離からの攻撃できるようになったんです。だからね、2期からは戦いがすごい楽になってあんま人知らなくなります。いや死んでんじゃん、あの僕はめっちゃ死ぬんですけど、ゴミみたいに扱うじゃねえ。今回もなんか危ないって言った瞬間にバーッとなんか衝撃が出て5人くらいバーッと死にましたね。何もあれ揺れて死ぬでしょよく、うん、ね、揺れて死ぬね、揺れて死ぬ、タイタに比べてザルザルザーッと死んでて動画とかでねサーンってザーッて、でもみんなたくましくなってるんで誰も気にしません。今回もあの死に慣れちゃったの、そう、あの上と下になんか2部隊出てるんですけど、うん、下が全員心肺不明に心肺停止になったんですけど、誰も触れなかったですよ。人の手で死んだ、そんな、うん、がっつりくる。あ、死んだなってみんな思ってます。で、今回その第2期からは、うん、まあ、あの1期から出てきたあのイザナ君と、うん、まあ、ユハタちゃんっていう、まあ、イザナ君っていうのは同僚の、うん、まあ、男の子の子の子がない、うん、中性の子がいて、うん、ユハタちゃんっていう司令官の女の子がいるんですね、うん、に変えてつぐみちゃんっていう、うん、まあ、最強のヒロインになってきます。最強なの？はい、このつぐみちゃん、星城さんより、星城さんより最強ですね。このつぐみちゃんっていうのは実はあの敵のガウナっていうのと人間のハーフなんですよ。それも落合が開発してた融合個体っていうのがあって、うん、その融合個体の最初の、まあ、なんかサンプルというか、うん、完成体がつぐみちゃんなんですね。へ、だから思いっきりモンスターなんですよ、姿は。で、普段の道は触手の形で生活をしてます。触手の形、そんな広いの？うん、触手ですね。あの、でかいんですよ、むちゃくちゃ。あのロボットくらい大きいんですね、本体は。え、大きめのマダツボミみたいなこと？触手ってことは何？ね、そうっすね、触手ってそういうことでしょ？なんか、まあ、なんか触手一本だとしたらディグダが長いやつ。あー、なるほど。顔がないディグダからちっちゃい触手がいっぱい出てる感じですね。ニョロニョロ、ニョロニョロですね。ニョロニョロ、ニョロのっぺらぼうになった感じ。人間の要素ないね、ほぼ。人間の要素ない。広いんだよね。それが星城さんの声で喋ってるんです。あ、広いんだね。声は広い。どうやら星城さんが演じてて、つぐみちゃんが顔に出てきたみたいな。落合が多分星城さんを使ったんじゃないかっていう。あ、そうだ。合成体を作るだろう。そこはまだアニメでわかんないですけど。今回1話、今回2話です。2話です。はい、で死んだのが1話で、つぐみちゃんが来たのが2話ですね。なるほど。で今回はその三角関係とか四角関係が発展していって、よりシドニアの騎士のなんかあれですね、恋のさや当てが深まっていくという。ちなみに一番本命はつぐみちゃんなんで。本命が、うん、つぐみちゃん可愛いんですよ。あのね、触手なですげえ化け物なんですけど、だんだん見てるとすごい可愛くなっていくんで。化け物さ、可愛いよね。あの、うん、そのさっき夏希が言ってた、うん、あの星次郎さんもさ、うん、あんまちゃんと喋れないのよ。うん、可愛いんだよ。つぐみちゃん結構ね、まともなんで喋ってる。ちょっと見てみないことにはね。見てみよう。
ちょっと興味が出てきました。昔そんな色気あったな。職種が細かいですね。漫画で結構先前見ちゃってるんですけど、つぐみちゃんは本当に可愛いです。へえ。みんなでピクニックに行く話とかいろいろあるんですけど。職種かな。でこれね結構ね原作の最後の方だ最新の方だともう決着がついてるんですよ。カブさんやってるのは。それが結構意外な展開を見せるので。へえ。まあ、そこを注目して誰が勝つのか4人のうち4人のうちか3人のうちかを注目して見ていただければと思います。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、というわけで今週の注目アニメでした。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。お願いします。